アメリカの主導的な立場ということが事態の本質ではないかと。
というところで、原発の問題も、そして沖縄の利権国運動もともに、日本に住む多くの人々の生活を破壊するという共通点、そして日本が核を持とう、あるいは、国家戦力を持つということがあるがために、原子力もあるという観点で、表面的には2つの問題として表れていますが、本質は1つだということで、早期に第二期運動を立ち上げて、それに対して経営者の皆さん、あるいは労働者の皆さん、市民の皆さん、あるいは多くの方々のご支援を得て、無事に5月の14日には沖縄2市、そして5月15日には朝日新聞が掲載されました。これは総理に皆さんのおかげだというふうに思っております。とりわけこの沖縄の意見国運動の関西の運動というのは全国的には非常に珍しいのかなとは思いますが、労働組合と中小企業の経営者が中小企業運動の一環として、あるいは労働運動の一環として共に手を携えて、この沖縄問題をきっと取り返していこう、そして原発の問題をきっと取り返していこうという観点で手を携えて今日いろんな活動ですね、あるいは寒波支援をしていただいているという経過があります。こういうような特質がある運動であるということと、もう一つは地元の血を這うような活躍を活動されている地域の活動家の皆さん、あるいは就職者の皆さん、あるいは部落開発の皆さん、そういう人たちと関西で手をつなげてきたというような運動の成果があろうかと思います。こういうことを財産にして、先ほどもありましたようにアメリカの夕刊の新聞にも出していこうよということで、さらにもう一つ二つ力を貸していただいて、9月のこの米紙に対する掲載に対してぜひご協力いただきたいという思いであり、同時にこの問題を一過性にしないということで、沖縄の問題、それを他人事ではない自らの課題として日本の人々がそれを担っていこう、そしてそれが日本中全ての平和と反戦の礎になっていこうという観点で運動を継続していきたいというふうに思っているところであります。今後皆様の一層のご支援をお願いして、ゆるかき人の一人としてのご挨拶にさせていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、講演に入ります。まずお一人目はですね、お忙しい中駆けつけてくださいました社民党衆議院議員の服部良一さんの方よりお話をいただきます。先ほども言いましたけれども、資料を見ながら、お話を聞いていただきたいと思います。服部さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。衆議院議員の服部良一です。私の持ち時間は25分ということです。戦う決意はですね、この後竹井長をおられるんでですね、もうそちらの方にお譲りをしまして、私の方からはですね、この間アメリカからいろんなメッセージが出ております。そのいろんなメッセージをですね、紹介しながらですね、その方向性がどこに行くのかということに対する、評価はいろいろあるんですけれども、その評価も一応置いといてですね、今どういう議論がアメリカで行われているのか、そのことを中心に今日は報告をさせていただきたいというふうに思っているわけです。去年、まだ連立政権の時にですね、フェンマー問題の官邸に作られました検討委員会の中に入って、そして去年の1月にアメリカに行きですね、また政府の代表団で岩盤基地の視察も行ってきました。そういうちょっと流れの中でですね、去年ワシントンポストに意見報告をですね出したわけです。それは15年と言いましてですね、アメリカはなんか人間もですね、動物をなんかをむしろ大切にする国らしくてですね、呪文とかそういう天然記念物言ったら非常にこう、反響があるということもありましてね、そういうふうにおっしゃるわけですよ。別に私が言ってるわけじゃなくてですね、それでアメリカとか日本の環境団体、あるいは平和団体中心にですね、お金を集めまして去年出したわけです。
そして、まあ、今回この意見報告をするにあたってですね、生田さんも、まあ、度々うちの事務所にお見えておりまして、まあ、ぜひ国内紙と同時にですね、アメリカの新聞にも広告を出そうじゃないかということになりましてですね、それで、まあ、去年我々が出した経過もあるので、じゃあ一緒に頑張りましょうということになりました。まあ、そういう経過を踏まえてですね、まあ、去年ぐらいずっとアメリカといろんな形で、まあ、お付き合いをしてきたわけなんですけれども、まあ、その辺も含めてですね、ご報告を申し上げられるように思います。まず今アメリカの変化ということでレジュメをちょっと準備させていただいたわけです。このレジュメ、お手元にちょっと字が小さいんで見にくいとは思うんですけれども、アメリカの変化ということ、それからアメリカ学生とケビン・メアと、ウィキリークス、オスプレイ問題、6月21日に開催されるとしている2プラス2、まあ、この流れの中で、駆け足でですね、今の状況を見てみたいというふうに思います。これちょっと1枚めくっていただいてですね、ジェラルド・カーティス、まあ、ここから行きたいと思うんですけれども、実は下田会議というのがありましてですね、これは日米賢人会議といいましてですね、要するに日米の政治家あるいは財界、知識人、これがですね定期的に、集まりましてですね、まあ、いろんな意見交換をしている会議があるわけです。でこれ作ったのは自民党のですね中曽根康弘なんですけれども、これがですね仕切り直しになりましてですね、新下田会議というのがですね2月の22日に行われました。ですからここにはそれこそマイクロソフトの偉いさんとかですね、まあ、そういう財界から共和党、民主党、アメリカの国会議員ですね揃いまして、で、まあ、日本側もですね当時前原外務大臣も含めてですね、まあ、参加するような場なんですけれども、実はその新下田会議にですね基調報告を出す方がですねおられまして、これは中曽根さんと一緒にこの下田会議を始めた方なんですけれども、コロンビア大学のですねジェラルド・カーチスさんという方なんですね。でこの方は今オバマ政権にも発言力のあるある意味でですねリベラル派のシンクタンクの大物だとこう言われている方なんですね。そして実はこの方をですね去年沖縄の現実をまず見てもらおうじゃないかということで、まあ、ちょっと私は行けなかったんですけれども、辻元清美衆議院議員とですね、まあ、これはちょっと半分オフレコなんであんまりちょっともう日も経ってるからいいかなと思うんですが、うちの森原という政策秘書がいるんですけれども、まあ、この森原というのが英語がペラペラなんでですね、私も英語全然ダメなんですけれども、彼が英語ペラペラなんで、この森原君と一緒にジェラルド・カーチスさんをですね、ずっと沖縄の12月に案内をしました。そしてヘリキス反対業とかですね、そういう辺野古で頑張ってる人たちにもですね、実際に見てもらう、辺野古の海も見てもらう、普天間基地もですね、どんなに危険な基地かということを見てもらう。でそういったことを、まあ、やりましたらですね、この今年の2月22日の新下田会議にですね、このジェラルド・カーチスさんが基調報告を出したんで